と意気込みとかこれからどうしたいとかをちょっとここで話しましょう。OK ですね。とりあえず今ご準備をやられまして、皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。配信ライブとか、ね、ちょっと企画してやっていきたいなと思ってるので、6年目もよろしくお願いします。はい、アテイン、先月はルートの6周年で、今月はアテインの5周年で、すごいおめでたいこと続きなんですけど、本当に5周年も、まあ、この来てくださってるファンファンの方とか、今まで出会ってくれたファンファンの方と一緒に迎えられて、とても嬉しいです。近頃はなかなかライブができない状況だったりするんですけど、今年こそはいっぱいライブができるように、いろんな配信とかそういういろんな形でライブができるように、皆さんにもっと成長した姿を見せできるようにしたいので、これからも応援よろしくお願いします。
Thank you.